かぶってる問題に関しては、省略させていただきまして、まず二進数の問題。これは大体同じなんですけども、ちょっと数値の例が違うので、これを確認します。この問題では、二進数として111101100が、2008は2、111101100って表されるところ、2008を4で割った10進数、502は2進数ではどうなるかという問題でした。で、先ほど示したんですけども、2進数の表現方法として、xn-1×2 の n-1 乗っていう、プラスっていうふうに、こういうふうに表現されることを先ほど述べました。これを使うと、111101100という0というのは、こういうふうに計算できて、で、4で割ると、それぞれ分配法則を使うと、ここのところが10の、2の10のマイナス2乗、プラス2の9のマイナス2乗というふうに計算できるので、111101100というふうに、計算されるという、こういう流れで同じように計算していきます。で、もう少し賢い方法ですと、これは2の2乗ということが分かっているので、2つ分右にビットをシフトすればいいだけということが分かります。そうすると、これを2つ分シフトしたのが、ここの0を2つなくしたものにちょうど相当するので、選択肢は1ですっていうふうに、簡単に計算することもできます。続いて論理回路の問題がありました。今度は先ほどと違うのは、新たに not という記号がついて、さらに論理回路が非常に複雑になっています。で、この表を埋めなさいという問題だったんですけども、この論理回路から言えることは、こういうふうな論理式を表すことができるんですけども、なぜこういうふうに導かれたかと言いますと、最終的に X はこの2つの解の AND を取ってます。で、こっち側に関しては A と B の OR 演算をした結果でありまして、こちらは A と B の AND 演算をして、それに NOT をつけたものの結果になってます。ということは、A or B and not A and B ということになるわけです。で、A の値を求めるには、 A というのは何だったかと言いますと、心理値表では A が0で B が0の場合でした。そうしますと、代入して計算しますと、0は0というのは、先ほどこの辺に、ホワイトボードのこの辺に書いた表の答えを使いますと、0は0は0で、今度0 and 0も0で、そうすると、0 and not 0は1で、0 and 1は1で。これは0ですね、答え。答え0のはずです。それで、ここ間違いですね。ここはだから、ここは、平成20年 A22 は、括弧 A は、これ0のはずですね。失礼しました。合ってるな。そして、A イコール1、B イコール1を代入した場合は、それぞれ計算しますと、この場合は0になるので、で、今回1と0になるのが正しいのは、選択肢3ですね。選択肢3が正しい。B は、0か、0、0になるので、0、0だから、選択肢1が正しいことになりますね。選択肢が正しいことになりますね。そして、今度は9の問題ですね。
先ほどとは、データが違う、これはそっくりかな。これはそっくりですね。で、選択肢4が正しいことになります。で、今度はバブル相当の問題がありまして、これを、一個一個の選択肢を見てみますと、まず選択肢1、バブルソートは各種ソーティングアルゴリズムのうち交換法の一種に分類される。実際に数値を交換して、アルゴリズムができていたので、この技術は正しいということになります。選択肢には最初の要素から最後の要素までの比較が済むと、最後の要素については最小値または最大値として確定するので、次回から比較の範囲を1つ狭めても良い。先ほど新井さんの方より数値例を示していただいたんですけども、最後の、右端のデータに関しては一巡したときはもう固定されるので、そこは見なくても良くなっていました。ということで、この技術は正しいことになります。で、選択肢3、正順に並んでいたときは、計算が最も早く終了し、逆順に並んでいたときは計算が、最も遅く並んでいる。で、すでに正順に並んでいたときは、散歩を停止するようになっています。疑似コードは少し分かりにくいんですけども、これを完全に理解する必要はないんですけども、このスワップトっていう、こう変数があって、一巡するときにスワップトが、という、のを使いますと、きちんとな正順並んでいるかというのをチェックしていて、正順並んでいればストップするようになっているので、これを使いますと、どこまでいった、まあ、正順並んでいたらそこで散歩をストップするので、この選択肢は正しいということになります。で、選択肢4ですが、理解しやすい簡便な方法ではあるが、選択法と比べて必要なメモリ容量は多くなる。で、そんなことはなくて、選択法と、同じなので、選択肢、この選択肢は間違いがあります。そして、今度、問い26ですね。今度はクイックソートというのが、先ほどの説明にはなかったんですけども、クイックソートが、選択肢2と選択肢3に入っているので、見ていただきたいんですけども、こちら、講義資料2の、3ページ目を見てもらいたいんですけども、クイックソートというのはどういうソーティングの方法かといいますと、まあ、仮に、数値の列が53924817 6というのが与えられていて、これをソートしたいとします。クイックソートというアルゴリズムは、どうやってやるかといいますと、まず何らかの方法で、ピボットと呼ばれる概念がありまして、ピボットと呼ばれるものを選びます。これはランダムに選んでもいいし、常に一番先頭のものを選ぶとか、2番目のものを選ぶとか、いろんな決め方があるんですけども、ピボットをまず、例えばこの場合はランダムに選んだとします。で、ピボットを選んだときに、偶然、真ん中の4がピボットとして選んだときに、4と4より小さい数値と、4より大きい数値に分けます。そして、次に321と59876を、またクイックソートしなさいっていうふうに言います。で、321に対してクイックソートをして、仮にこの場合2がピボットだとしますと、2より小さいのは1で、2より大きいのは3なので、123っていうふうに分けられます。で、59876に関してもまたクイックソートしなさいっていうふうに言います。こういうふうにクイックソートを再帰的に呼び出していきます。で、8が、たまたま、ピボットだと選ばれたとしますと、8より小さい576と、9っていうのに分けられます。そして576もピボットが5に5が選ばれたとしますと、これはランダムに選んで5が選ばれたとしますと、5より大きい76と5より小さいのはなしなので、この場合は2つに分かれます。で、76に関しても片方をピボットとして6度が選ばれたとすると、6より、大きい7が選ばれて、こういうふうに、
要素が1個になるまで分けます。で、要素が1個になった後に、今まで、分けた順番にもう一回統合していって、6と7を、統合して、6、7を得て、5と6、7を統合して、5、6、7を得て、5、6、7と8、9を統合して、5、6、7、8、9を得る。で、こっち側も、1、2、3で分かれたので、1、2、3を統合して、1、2、3を得て、1、2、3と4と、5、6、7、8、9を、合わせると、1、2、3、4、5、6、7、8、9というふうに相当するという。これが、クイック相当と呼ばれるアルゴリズムであります。で、こういうふうに、行うアルゴリズムで、で、計算量に関しては、選択相当は、このラージ N というのが、数値の長さだとしますと、オーダー N の事情で、バブル相当は、もうオーダー N の事情。オーダー N というのは、正確な定義は、後で他の資料を見ていただきたいんですけども、大体 N の事情の定数倍で、できますという意味です。で、平均計算量は N ログ N。で、最悪計算量は N 事情。これというのは、平均計算量というのは、仮にこう数値の列が、まあ、ランダムに与えられたとして、いろんなランダムなものを与えられたな数値列をクイックソートでのアルゴリズムを使いますと、計算量は平均して、オーダー N ログ N になるということで、だけど最悪の場合というのがあって、ピボットの選び方が悪いと、オーダー N 事情になるという、そういうふうな解析結果が得られていまして、まあ、なぜかというのはここでは置いておいて、こういう計算量があって、クイックソートが平均では一番早いというものになっています。これに基づきまして、考えてみますと、クイックソートは、まあ、アルゴリズムはこうなっているんです。戻さないといけないですね。基づいて一個一個の選択肢を考えてみますと、バブルソートはオーダー N 事情なんでこれが正しくて、クイックソートは平均で N ログ N なんでこの選択肢は正しい。で、選択肢は左から右に数値データを照準並べるとき、クイックソートではまずピボット M より小さいデータを M の左に、M より大きいデータを M より右に、この M は、小文字ですね。これとこも小文字ですね。に集める。その後、M の左と右側に対してクイックソートを最適的に適用することに関して完了する。先ほど僕が説明したのと同じです。で、正しいです。で、今度は、左から右に数値データを照準並べるときに、直接挿入法では、まあ、これはまあ選択法と同じと考えていいんですけども、左から、で、選択相当も、説明してなかったですよね。説明してなかったですね。選択相当に関しては、講義資料2の、1ページ目を見ていただきたいんですけども、まあ疑似コードはこうなってるんですけども、これを見るのは大変なの。あ、これ、これやりましたね。やりましたね。これを見てみると、どうなっているかというと、整列済みの範囲を右側に向かって徐々に拡大させながら整列する方法になっているので、この選択肢は、左側というところが間違っているということになります。それで、ですね、それで、で、以上ですね。以上ということで、演習を終わりたいと思います。ご質問等ございましたらお受けします。では、本日は長い時間ありがとうございました。